ビバン考察チャンネルの大島康雄です。ビバン盛り上がってますね。皆さん毎日のように考察動画を見ては聞いては、して忙しいのかと思うんですけれども、すごいことを見つけてしまいました。でこれはね、僕しか言ってないと思います。いろんな検索をしましたけれども、ビバン関連でこれを言ってる人、まだ見つけていないので、これはね、私が最初に見つけたという話をしたいんですけれども、まあですね、メインの人たち皆さんすごいですから、酒井雅人さん、阿部寛さん、松坂桃李さん、二階堂ふみさん、役所広司さん、二宮和也さん、この6人のメンバーが、2人ずつで共演しているケースっていうのは、まあ結構あるんですよね。で以前僕もこのチャンネルで、ジェネラルルージュの凱旋という、作品で酒井雅人さんを阿部寛さんが追い詰めるパターンというのをですね、紹介しましたけれども、それ紹介したところ、結構いろんな人が見ていただいた上でね、結構ビバンを好きな上でこの映画も好きでしたという方が結構多かったんですけれども、今回ね、もっとやばい縁をね、見つけましたね。これがですね、ガマの油というですね、役所広司さん初監督作品、そして二階堂ふみさん初映画出演の作品っていうのはね、これ同じガマの油という映画だということをですね、思い出しましたね。これは僕は主演の6人の方々の出演作をですね、夜な夜なずっと見てるんですけれども、あ、そっか、役所さんこの映画撮ってたなと思って、2009年の映画なんですけれども、初監督作品で、二階堂ふみさんまだ世に出る前の、もうほとんどね、子供みたいなあどけない二階堂ふみさんがですよ、出ているという作品ですね。1日に何億円も稼ぐというデイトレーダーの拓郎という人がね、役所広司さん主人公なんですけれども、妻の小林さとみさんと息子の瑛太さん、永山瑛太さん、この時は瑛太という名前でしたね、と3人で幸せな生活を送っていたんですけれども、すごい豪邸でね、白い大豪邸で役所さんがね、パソコンを3個ぐらい並べてベタなデイトレーダーの役をやっているんですけれども、なんと瑛太さんがですね、ある日突然交通事故に遭ってですね、意識不明の重体になった上に死んでしまうということが起こりますね。そして二階堂ふみさんは何の役かというと、瑛太さんと結構年の差あるように、見えるんですけれども、一応恋人なんですね。でデートしたり電話したりしてると、で中学生みたいな風に見えるような役なんですけれども、まあ多分設定は高校生だったかな。電話してくるわけですね、瑛太さんの電話に。めっちゃ電話してくる、好きだから。でも役所さんはですね、その二階堂ふみさんに、息子の死を伝えることができなくて、息子になりすますんですよね。で声を変えてるわけじゃない。役所広司さんの声と永山瑛太さんの声全然違うから、聞き分けられるだろうとか思うんですけれども、まあ、当時の電話の質なのかな、これは、設定上若干無理あるかなという気もしたんですけれども、二階堂ふみさんが演じている女の子がですね、勘違いしてしまうんですね。瑛太さんと喋ってると思ってしまうと。で役所広司さんはその死をね、隠したままどうやってやり過ごしていくかというですね、まあなんか勘違い型のコメディという感じの作品なんですけれども、2008年制作、2009年公開の131分の日本映画ということなんですよね。役所さんと二階堂ふみさん、ビバンよりずっと前の、このですね、映画監督としてのデビューの役所広司さんと、女優としてのデビューの二階堂ふみさんという作品が、これですね、15年前か、の同じ作品であるというのはですね、これめちゃくちゃ奇縁ですよね。すごい縁だなと思いまして、だからどうしたっていう話なんですけれどもね、これ今見てみると非常に面白いと思います。で絶妙なセリフとかも出てきて、株でね、何億儲けたとか、4億儲けた、2億失ったとか言ってるんですけど、トータルだとめちゃくちゃ儲けてるっぽくて、何億円納税しましたみたいなことを言ってるんですよね。なので年収は10億円ぐらいあるんじゃないかみたいな、人なんですけれども、そのお金をね、孤児育成に使うみたいな、使ってるみたいな、ことをですね、ほのめかしたり、しているんですよね。っていうところもなんかちょっとね、このビバンと被るんじゃないかなみたいな、ところもあったりするんですけれども、まあ、映画全体がね、すごい面白いかっていうと、これ見る人によって分かれるかなと思います。映画レビューサイトの点数は正直かなり低くて、僕は今回見直したところ、まあ確かにそれも、まあ仕方ないかなという感じの作品ではありました。ただですね、僕みたいな、僕は1992年生まれなんですけれども、0年代、2000年代から、2000年から2009年ですね、の0年代のカルチャーを浴びて育った人からするとですね、うわ、0年代っぽいみたいな、感じの感動はちょっとあるかなと思います。もう、0年代の日本映画の癖をもう詰め込みまくったような作品ですね。2009年の作品なのでまさにそうかなと思うんですけど、この癖を2010年以降も持ち越してしまった作品はもう完全にダサいとなってしまうような、こう分水嶺ギリギリのところで勝負してるみたいな、作品ですね。で具体的な特徴で言うと、例えばね、異様に広いですね、異様に白っぽい持て余してるような部屋に男がいるとかですね、
うん、これが完全に役所広司さんが、デイトレーディングをしてる部屋なんですけど、これはもう完全にもう黒沢清さんとかね、まあ、あとは松尾鈴木さんとかの一部の作品とかそういうののイメージかなと思うんですけれども、それに対して若い女の子の部屋は異常に、盛られているですね、華やかで鮮やかなゴテゴテした部屋っていうのも、これもねちょっとなんか蜷川美香さんとか中島哲也監督とかのね、感じの部屋ですよね。中島哲也さんの、嫌われ松子の一生とかのこういう部屋とかの感じの、ところに二階堂ふみさんが住んでるんですよね。そんなにピンクにするかなとか、そんなに全てのものを色物にするかなとか、っていうなんかこうステレオタイプの感じとかも、まあ、ちょっとねこうアメリとかの影響を受けてのみたいな、感じもしなくもないんですけど、めちゃくちゃ日本映画2000年代っぽいなと思うんですよね。そして今極めつけはなんか人工的なお庭の自然の感じ、ちょっとね緑が均質すぎる緑の感じと、その中にポツンと、佇むプールっていうのがですね、これがもう完全に荻上直子っていう感じですよね、っていうねこう2000年代の映画のモチーフがねこういろんなところに、入りまくっていてですね、役所監督自身のオリジナリティみたいなものは僕はね正直見えなかったかなっていうところがあんまり評価が高くなかった理由なんじゃないかなと、思いますね。でコメディもなんか一個一個のカットが若干こう狙いすぎていて、ボケは結構かます。例えば無表情だったりとか、大げさにあっはっはとか笑ったりするっていうボケはかますんだけど、ツッコミはしないみたいなオフビート感みたいな、ものっていうのがなんか工藤監とか、松尾鈴木さんとかのこう感じを、ちょっとねマイナスの感じでやってるみたいな、ところが割と多くて、あんまり好きじゃない人はいるかもしれない。でも2000年代育ちの人はわ、なんか懐かしくて恥ずかしいなみたいな、気持ちになるタイプの作品かなと思います。うん、あとはねこう独特の死生観みたいなね、永山瑛太さん息子役が死んでしまったという話なので、そのねお骨をこうずっと持ってたりとか、するんですよね。そういうこう独特の死の感じみたいな、ものっていうのも割と、この時代の映画の特徴なのかなとかも思うんだよね。そしてその次にねこの二人が共演した作品、これもまたあるんですけれども、これはね乾きという作品ですね。これはねかなりヒットしたのでリアルタイムで見た方も結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、その5年後の2014年に公開された作品ですね。でこれは小松菜奈さんがねヒロインとして抜擢されて大ブレイクした、さっきもちょっと言及した中島哲也監督の作品なんですけれども、これ主人公がゴリゴリの役所おじさんで、ビバンの役所広司さんにちょっと近いですね、むさ苦しいひげまみれの、割とですね汗臭い嫌な親父っていうですね、有害な親父っていうのを意識的にやっている役所広司さんが、娘役のですね小松菜奈さんが失踪してしまったというところから、その娘のですね抱えていた謎とかを、娘の周りに聞き込んで解明していくというですね、ミステリーサスペンスバイオレンスアクションという感じのすごくどぎつい作品ですね。で僕は中島哲也監督の作品結構好きなものと嫌いなものの差が結構激しいんですけれども、この乾きという作品と、あとはですね来るという作品はですねかなり好きですね。あと嫌われ松子の一生ですねは結構好きで、他はあんま好きじゃないかなみたいな感じなんですけれども、この作品の中で二階堂ふみさんは、だいたい5番手ぐらいかなの役で出ていますね。で小松菜奈さんが演じているかな子というですね、謎の少女がこれ中心になるんですけれども、新人ですね、オーディションでこれで選ばれて、今の地位を築いたというですね、中島哲也監督の慧眼だなと思うんですけれども、そのかな子の中学時代の同級生の遠藤ちゃんという役をですね、二階堂ふみさんがやっています。でそれまではやっぱりこう、ガマの油でも、黒髪のですね少女っていう感じの、可憐な少女で結構童顔ですからね、子供っていう感じで出ていたんですけれども、ここではですね茶髪のプリンですね、もうここは黒く、僕今プリンになってますけど、僕はもともとプリンなので染めてる時いつもここは染めないんですけれども、伸びちゃってるプリンっていう感じの、ヤンキー、ちょっとやさぐれたヤンキーの役ですね。そして中学時代のかな子のことを知っているんだけれども、なんでみんなそんなにかな子に夢中になるのっていう風に、ぶっきらぼうにやさぐれながらも、自分自身もかな子のこと大好きみたいな、人ですね。だからかなりキーパーソンなんですけれども、ここでも2人は共演しているということでね、割とですねやっぱ歴の長い人たち同士がですね集まって、やるとですねこう過去作にも共通点が出てくるなというのが、面白いところだなと思いますね。うん、でまあ乾きではこう役所広司さんが探っているものに対しての、二
階堂ふみさんは重要な情報を握っている謎の女子っていう、キャラクターなので、そこはねちょっとビバンと被るのかな被らないのかなっていう、割とねテントの仲間で裏切り者でもあるという説が、柚木香織に関しては結構出てきているので、そこは被るっちゃ被るのかなと、どちらかというと、二階堂ふみさんがどうなるか次第だと思うんですけれども、役所広司さんのキャラクターはめちゃくちゃ近いです。割とですね、ガマの油はいいお父さんなんですけれども、この渇きという作品は最悪な有害なお父さんなので、結構暴力的なお父さんなので、今のところ出てる、ノゴーンベキというですねビバンの役所広司さんは渇きに近いかなというふうに思いますね。まあ面白いのは渇きの方ですね。で味わい深くて2000年代のカルチャーを思い出すなという感じなのはガマの油で、ガマの油の見どころとしてはやっぱりね、二階堂ふみさんの、映画デビュー作なので、あ、こんなに初々しい、こんなにもうお子ちゃまみたいな感じだったんだっていう、もう見方によってはもう小学生とかにも 見えなくない、ぐらいの感じですね。当時まあ多分実年齢は高校生だったと思うんですけれども、本当にねもう子供みたいな感じの二階堂ふみさんのね、まあ演技がまだ上手いのか下手なのかもちょっと分かんないぐらいの感じ、子役みたいな演技の二階堂ふみさんが見れるというので、このガマの油いろんなところで配信していますので、ぜひとも見てみてください。僕は U-NEXT で見ました。アマプラとかでも確か見れたと思いますので、ちょっとねビバンでこう疲れちゃった体を癒すためにちょっとねこういう作品を見てみてもいいのではないかという話でございました。ビバンに関してたくさん動画を出しておりますので、ビバンの、考察コメントみたいなのはそっちの方に、送っていただけるといいかなと思います。以上ありがとうございました。こんな感じの話たまにしていこうと思っております。